今日のお客様は初めてお越しくださいました小泉今日子さんです。どうぞお入りください。どうぞ。何かしてあげてくれてくれてくれてどうもお入りください。どうもどうもありがとうございました。まあ、アイドル界に革命を起こしたと言われているキョンキョンとも呼ばれていらっしゃる小泉今日子さん、今日お客様です。どうもどうも。まあ嬉しいじゃない、初めて、ね、はい、来ていただいて。そうです、私若い頃にあの発言が奔放だったものですから、事務所の方にあんまりトーク番組には出るなと、うん、あ、そうなの、随分前こともあり出ていただきたかったのにと思ってたんだけど、そうですか、うん、今はだいぶ大人になったので大丈夫だと思います。この間うちあの私 の, あの書いたものがあの、はい、ドラマになったトットテレビであなたがね、はい、ナレーション、まあ、パンダと一緒にナレーションやってくださった、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とっても素敵なドラマでしたね。とね、あの私トット一人っていう、うん、あの徹子さんのエッセイ集も大好きで、それを読んだ時にもあのたくさん泣いたんですけど、うん、そういうのも全部またあの含まれて、そのエッセイも前のエッセイも含まれた、ね、トットテレビっていうのに毎回泣きました。あなたのナレーションもとってもそういった気分が入ってたんだと思います。私も泣きました。お衣装とかメイクとかも完璧でした ね、あの時代とか黒柳さんが着てそうな、そう、とってもあ手がかかってるなっていう感じがして ね、よかったです、はい、本当にでもあなたがナレーションやってくださってね、それがとってもあのみんながあの子なんとかしら、ええー、キョンキョンがやってくれてんだっていう感じがあってね、すごく嬉しかったです。嬉しかったです。でもあれですよね、ベスト10の時に私あまり覚えてなかったんだけど、うんうん、あなたはこの頃どんな本読んでますかって、はい、あなたの、うん、そうなんですよ、なんかあの趣味は読書って言ったら、あの何冊かの本を番組の中で紹介してくれるって言って何冊かの本を持って行ったんですけれども、本番で紹介されなかった本があったんですね。でその本についてあのこういうところに座って、うん、コマーシャルの間に徹子さんがあなたがあの今日は紹介できなかったけどあなたがそういう本に興味を持ってるってことはとても素晴らしいことで、チェルノブイリの子供たち、そうなんです、チェルノブイリの少年たちという本だったんですけれども、あのそういうふうにあのコマーシャルの間に言ってくださった時に、わあなんて公平で、こんな小娘にでもそのきちんと嘘がなくあの話しかけてくれる方なんだっていうのに感動したので、それがすごく嬉しかったので、そういう大人になりたいなって思いました、その時に。でもみんなそういうふうにあなたのことアイドルと思って、可愛い顔も可愛いし可愛い子だってみんな思ってたけど、心の中で何たってアイドルって歌う時に大人はなんだっけ、大人が悪ふざけしてるなっていう、そうですね、大人は悪ふざけしてるなって思ったんですって。そうだけれども、まあ私にしか歌えない歌なんだなっていう自覚もあって、うん、まあね、頑張って楽しく歌ってました。でもこの時髪の毛もうすごいバッサリ切っちゃって、ね、この前のとものすごく違うのね、髪の毛がね、もう、はい、これがデビュー当時、もうね、本当みんなが知ってるのなんかこんな感じの小泉さんなんだけど、 そうですね、その次の時にはもうバッサリ切っちゃって、はい、刈り上げてます、刈り上げてます、こんな感じで、それで心の中で大人ってこんなもんさって感じ違って、私がね覚えてるの、あなた覚えてらっしゃるの、あなたなんかすごい力持ちで、あ、そうです、そうです、やりますよね、重いものを持てるって言ってね、45キロ の, あのテレビを持てるっていうんでね、ピュッて持ち上げました、すごい覚えてます、力持ってた、今でもそう、そうですね、今でも力持ちで、うん、あの渡辺恵里さんって女優さん、うん、そうそう、お友達なんですけど、うん、恵里さんの印象もキョンキョンは力持ちだよね、私のこと褒めてくれるときに必ず、うん、あの人は本当に力持ちなんだって言ってくださるんです。すごいわね、全然そんなふうに見えないもんね、意外と頑丈な体、すごいね、あの45キロテレビとか上げたときには本当にね。でもアイドルのときすでに自分が商品であるっていうふうなことがもう分かってたんですって、うん、そうですね、あの自分自身は何も持ってない女の子だと思っていて、ただこういう仕事に、うん、出会ったってことで自分の理想
ていうことが正解かなと思った時に自分と切り離されて、うん、それから何ていうのかな、商品というか、うん、別のものとして商売、うん、道具商売、ね、でなんかその言葉悪いですけど、そういうふうに切り離して考えたら、あの夢を与えたりすることがもっと楽しくできるのかなって思ったっていうのがありましたね。でもそんなことあなたはあれこれ考えてらっしゃると夢にも思わずそうですよね、うん、かわいい、なんたってアイドルだなと思って、はい、あなたをね拝見してましたけど、はい、でも本当に、ま、あなたはご自分で写真ご覧になるだろうけど、あの頃のあなたはかわいかったもんね、本当にねそうですね、うん、若いっていいですね本当に今もかわいいけどい本当にね、あのかわいかったね、髪の毛とかいろいろね、そうですね、遊んでましたね、うん、なんかそうそう毎回ね、どうせテレビに出て歌わせてもらうならなんか見てる人をびっくりさせたり楽しませたりちゃんとしたいっていうのがあってチャレンジしてます。そう、それでキョンキョンっていう名前がまた可愛いから、うんうん、みんなが今日のキョンキョンは可愛いねとかキョンキョンはどうだねとかっていうふうに、でもキョンキョンってちっちゃい時から言われたんですね。そうなんですよね。近所の、あのおばさんがキョンキョンって呼び始めたんですけど、うん、たまたま、まあ、ちょうど上野動物園にパンダが来たことで、カンカンランラン、はい、カンカンランランとか、だから京子ちゃんだったらキョンキョンとか、ルミ子ちゃんだったらルンルンとかってあだ名が、まあ、ついてたんですけど、それに加えてなんか私が落ち着きがなくてなんか世話好きでなんかピョン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 いろんなとここうなんか動いて近所の世話好き、そうです、落ち着きないから、それもあってキョンキョンってなったっていう。あ、そうなの、はい、もう芸能界にいらっしゃる前からねキョンキョンだったって。もう小学生の、はい、パンダが来た頃からキョンキョン、はい、キョンキョンって可愛いわね、でもね、そうですね、なんか、うん、はい、気に入ってます。まあキョンキョンと言われてらしたベスト10の頃、はい、私全然知らなかったんですけど、あなたのお母様は芸者さん、そうだったんです、やってらっしゃるんですね、はい、はい、厚木、神奈川県の厚木市というところ出身なんですけれども、いくつか温泉があって、温泉宿があって、そこで、私の大叔母が置き屋をやっていて、すごい、ね、うん、それで戦後、まあ、バタバタしてる時に、あの養女に、その叔母の、うん、大叔母のところに母は養女に入って、だから若い自分何年間かはそこで芸者をしていて、たんですよね。まあ綺麗な方だったと思うんですけどね。そうですね、はい、夏の踊りの、あ、そうです、そうです、盆踊り大会みたいなところだった、高いところ櫓にお母さんも乗って、そうそう、あの地域で盆踊り大会があるんですけど、櫓の上で婦人会の方が同じ浴衣を着て、お手本みたいなので踊ってて、その下で私たち踊るんですけど、どう見ても一人プロが混じってるっていうお母様、そうです、着物の着こなしから、あの髪の結い方、それから踊りも、うん、やっぱりちょっとなんかちょっと一人プロ、プロが一人なんです、まあ誇らしかったですけどね。あ、そう、はい、どういうお母様だったんですか。そうですね、なんかあの日暮里生まれの日暮里育ちだったので、まあ、とっぽいところもあってあとやっぱりファッションが好きだったみたいで、あのおしゃれだったんですよね。だから、うん、あの授業参観なんかに来てもちょっと田舎じゃはいないお母さんっていう感じ。要素の時もすごくされてたんですね。そうです、そうですね、あの巻きスカートにターバン巻いてこんなぽっくり履いてたり、ミニスカートの時はショートカットのウィッグかぶってきたりして、授業参観なのに結構ファッションショーっていう。じゃあパッと見て、あ、お母さん今日素敵とか、そういうふうに思って、そう、嬉しかったけど、でも男子とかには小泉家の母ちゃん色っぺえなとか言われたりして色っぺえって色っぺえって言われてました。でもすごいよね、はい、そういう子供にも色っぺえって思わせたあなたのお母様相当ですよね。はい、なんかあの今となっては本当誇らしいっていうか、そうですよね、あっぱれって感じがであなたが芸能界に入ってキョンキョンとか言われてる時はどんな感じで見てらしたみたい。そうですね、なんかまあ、あの私三人姉妹の末っ子で割と引っ込み思案なところがあったので、嘘みたいって思ってたみたいです。あの、そう、あなたが出ていくっていうことは、ね、そうですね、親や兄弟のいないところでしっかりと生きてるとか、うん、歌ってるとか、うん、踊ってるっていうのが、うん、もうただただ驚きで、うん、びっくりしてました、うん、けれどまあなんかあのうち家族全員本を読むのが好きなんですけど、こういう本を読んだんだけど、これはあのあなたがやった
らいい役なんじゃないのとかって教えてくれたりも未だに、はい、します。あ、そう、はい、まあ、激化したらいいのにっていうふうに思い出したでしょうね。そうですね、あ、そうなの。家族全員読書好き、はい、そうですね、うん、いろんなジャンルの本がありましたね。だからでもすごいですね、お母さんもそうやって芸者さんやってらして、どのぐらいやってらしたか分かんないけど、うんうん、そうやってそんなときっと読んでらしたんでしょうからね、うん、本読むの好きで。そうですね、私もこの仕事始めて高校を途中で中退してしまったんですけれども、 その時にやっぱりその学校を辞めたことがあのしこりみたいになったらいけないなと思って、ええ、それからより本が好きになった。あ、自分で本読んでおこう。でも母もきっとそういうところがあったとは思いますよね、うんうん、あ、そうか、うんうん、まあ、芸者さんやってて勉強できなかったところは本読んで、で3人姉妹とおっしゃったっけ、はい、3人姉妹は仲いいの。仲いいです。よかった。ちっちゃい頃はよく喧嘩もしましたけど、ただ一番上の姉があのもう他界してしまいまして。あ、そうなの、はい、病気、あのがんが若いから早かったんですね。いっぱい転移して、かわいそう、はい、でもあの何でしょう、みんなでちゃんと見送れて、はい、後のあの孫がもういたんですけれども、その孫たちの今おばあちゃん代わりでおばあちゃん、はい、学校上がるって言ったらランドセル買いに行こうって一緒に行ったりとかして楽しんでます、うん、みんなにとっては力強いおばあちゃん。そうですね、おばあちゃん。でもみんなあのおばあちゃんとかおばあちゃんって呼ばないで、京子さんとかきょんきょんさんって呼んでくれます。呼んでくれ、はい、それはいいわね、ちっちゃい子が。はい、でもまあお姉様いなくなって寂しいだろうけど、うんうん、子供たちにとってはそういう綺麗な ねテレビに出てありますするおば様が、ね、おきょんきょんさんが、その子たちがいつか舞台とか見に来てくれたら嬉しいだろうなと思って、うん、そうね、分かるようになった時にね、はい、さてここでちょっときょんきょんさんの噂っていうのはいろいろあるのでそれが本当に正しいかどうかご本人に伺ってみますね。わかりました。まず普通電車に乗っていろんなとこへ行く。そうですね、たまに電車に乗ってます。うん、普通の格好で、普通の格好で、はい、そうするとみんなわかるみたい。あんまりわからないみたいですね、うん、まさかと思うのか、うん、私が普段あまりにもあれなのかわからないですけどあんまり気づかれないですね。そう、はい、最近渋谷でナンパされたそうですね、あの前を歩いてたんですね、そしたら後ろから声をかけられて、うん、若い男の子だったんですけど、前に回った時にやっぱりいいですって言われました。年が分かったのかなあ、そうそれか私だと思ってあの、まあ、怖いと思ったのか分からないですけど、うん、でも後ろからナンパされて前に回ってあ、やっぱりいいですっていうのはどんなもんでしょうね。なんか、うん、スカッとしましたけどね、何か面白いそうございますよね、割り切れるっていうか、だから大人の始まりですね。そうですね。それから酒豪であって、はい、でも家では飲まない、はい、外で飲む。そうですね、家では本当に一滴も、よっぽど誰かお友達が来た時とかだったら、うん、あの飲む時ありますけど、一人では一切飲まないですが、あので毎日飲みたいわけでもないんですけど、うん、みんなで例えば舞台が終わった後とかにみんなでわーって打ち上げなんてしてると楽しくなっちゃって長っちりになって、うん、あのすごい朝まで飲んじゃったりすることがあるので、うん、はい、悪目立ちするっていうか悪目立ち相当その時飲んじゃう。そうですね、あの耐久力がありますね、時間の時間のね、はい、失敗したことはないですか、お酒で。そうですね、道でちょっと髪を取るって言いますかすごい、どういうしゃがんで、それとも寝て、はい、しゃがんでもうちょっとでお家なんですけど、うん、ちょっと休もうと思ってちょっとうたた寝するとかそれすごい、もしあなたと分かったら相当すごいわね、それね。そうですね、気をつけないといけないです、うん、でも誰かも忘れちゃったんだけど、自分のうちの鍵開けたところでもう中に入った気になってそこに寝てた人がいるっていうのは聞いたわね。それもあります。それもあります。あのもう鍵を開けてる時にあの床が見えて、わあこの床冷たくて気持ちよさそうって思ったところで記憶がなくなって、でちょっとしてから隣のお姉さんに京子ちゃん大丈夫、
あ、生きてるって言われたことありました。あ、そう、まあ、そういう、もうちょっと若い頃ですけど、うん、はい、それからなんかお誕生日は絶対一人で過ごすっていうのは、そうですね、なんでなんで二十歳の誕生日だったと思うんですけど、誕生日プレゼント何が欲しいかって聞かれて、休みが欲しいって言ったんです、うん、でも一人で過ごすつもりもなかったんですけど、自分からなんか人を誘うのもなんか変だなと思って、うん、たまたま一人で過ごしたら、うん、すごく気持ちがよくて、いろんなこと考える時間になって、今年はどうしようとか、いくつになったら何をやろうとか、うん、今度私自分のためのご褒美で何かを自分に買ってあげようみたいなことをすごいゆっくり考える時間になって、誰かにこう祝ってもらうっていうよりは、うん、その生まれたことを感謝する日にこれからしていこうって決めて、大概そうしてますね、うん、あ、そう、はい。ところがあなたびっくりしたんですけど、もう50になったら、はい、50になりましたよ、びっくりしましたよね小泉京子さんが50、まあ、これでマッチがね51か2って、そうです、マッチ1個上かな、そう、はい、51だか2だかになって、って驚いたんですけど、でマッチがなんか読むのに いよいよとなったら老眼鏡だった、そうですよ、そうかいと、うん、もう私も必要ですよ。あ、そう、だからドラマの本読みとかに行くと、うん、同世代の役者さんも何人かいて、みんなじゃあ本読み始めますって言った時にみんな眼鏡取ってやっぱりねって言いながらやってます。なるほどね、はい、じゃあかけたらみんなかけてるんですね。なんか楽しいですね、なんていうの、そうそうそう、自分にこうまだ変化があるっていうか、そうそう、ね、うん、だから進化なんじゃないかと思って、そう、それはそうだと思いますよね、うん、でもどうでしょうね、50歳って考えてらっしゃるような50歳でした、うん、私もっとなんか疲れてたり、もっと元気がなくなってるものだと思ってましたけど、うん、全然そうじゃないなと思って、うんうん、楽しいですね、うんうんうん、むしろ昔っていうか若い頃よりアクティブだし、うんうん、楽しい気がして、うんうん、だからまあこれから何年か本当に今までこう先延ばしにしてたことを今だと思ってやろうって今年のお誕生日には思いました、うん、はい、なんか分かんないけどね、うん、なんかなんていうかある時にならないと考えつかないことってあるんですよね。ありますよね、うん、はい、これから始めることがあってもきっとできるんだなと、ね、できると思いますよ、はい、だから引退とかそういう辞める時のことは考えてないですね、うんうん、ずっと考えてもいるし、ずっと考えてないとも言えるっていうか、なんか、うん、他になんかこう熱が持てるものを見つけたら、うん、そっちに自然と気持ちも体もいっちゃうんだろうなって、うん、は思ってますけど、今それを探してるところっていう気もしますね。ごめんなさい、一旦結婚なしたよね。はい、で結婚なした時はそういう風なそこにずっといちゃうっていう感じはなかった？私はちょっと仕事を辞めようかなっていう気持ちもあって、うん、で相談したら、うん、辞めない方がいいんじゃないかって、うん、言ってくれたので、うん、じゃあっていう感じでしたね、うん、でも辞めたい気持ちもすごくあって、なるほど、ね、うん、そうですね、でもやめなく今思えば彼の方が正しかったのかなっていう気もしますし ね、うん、また全然違う人生になってたと思うけど、今は今で楽しいから、うん、それはそっちが正しかったという気もしますけどね、うん、でも辞めるっていう時は、私沢村貞子さんが80歳でね、80歳の時に、ね、よいしょって言わなきゃ立ち上がれないようになったらね、もう私終わりだから、それは他ので、ね、花も実もある女優さんはお続けください、私は花も実もないからこの辺で失礼しますってね。で海辺の町に住まわれてね、分泌業だけされてたって、そうそうそう、ご主人と一緒に ね、で、見とって、うん、そう、あれはでも憧れますね、沢村さんの生き方というか、すごいと思います、ね、で父さんとこ行くんだってね、ずっと言ってました。でね、死んだ時の母さんの顔見たらね、にっこり笑ってたから、やっぱりね、会えるんだと思ってね、会えたらな、その時私やっぱりね、あ、会えるんだっ
って思って希望を持ってたわよ。ねえ、まあできるだけやれるだけ。そうですね、うん、でもなんか そういうのも憧れますね。愛する人がいてとかいうことにもね。ねえ本当にね、うん、ところであなたは今度映画にお出になるんですけど、はい、それも随分あれですね、不機嫌な。そうです、不機嫌な過去っていうタイトルで、うんうん、あの死んだはずのあのおばさんが、うん、まあ、ある家族のところに帰ってきて、うん、実はそこでずっと不機嫌に過ごしている思春期の女の子は、うん、その私の娘だったって。でも何も変わらずにみんな不機嫌に生きてるっていうような簡単に言うと説明できてるかどうか。でもちょっと不機嫌はもうちょっと複雑なんだろうと思った、はいはい、ちょっと見せていただいていいですか、はい、ただいま。美希子。そうだ、私生きてたのよ。おばさんって何なんですか。君過去でしょ。父さんと美希子おばさんって寝てると思う。ゴブゴブ。男の子ってのはバーだからね。そうなん。そうよ。あんたに何がわかんのよ。怒るよそれ。おばさんなんで死んだの。あんたと同じよ。私もつまんなかったの。眩しくおかしくも切ない、ひと夏の物語。不機嫌な過去。私があんたの本当の母親よ。やっぱり。え？ええ。まあお母さん。そうなんです、ね。役は初めて。お母さんの役でももうたくさんやってきました。そう。はい。多くなりましたね。そう。でもあんな大きい子のお母さんって。そう。でも。あの NHK の朝ドラとかも。あ、そうか、高校生。そうだったわね、高校生でしたね、はい、すっかりお母さんの役が多くなりました。楽しいですけど、やっぱりもうあの本当に娘って言ってもおかしくない年頃の子たちと共演するともう愛しくて可愛くてね、頑張ってるのを見てると応援したくなりますし、こう刺激にもなって、あの二階堂ふみちゃんもすごい面白い子だったんですけど、うん、あ、そう、はい。うん、でも実際にもしあなたお母さんだったらどういうお母さんだったの。どうなんでしょうね、なんか頼りなくて叱られてばかりいそうな気もしますけどね、子供とかが。今だから姪や甥がもう相当お大人になって、その子たちに子供がいますけど、いま、うんうん、だに姪や甥やその子供たちにもなんか信用されてないところが。あ、そうなの。大丈夫大丈夫ってよく言われます。あ、本当に朝起こしてくれたりとか。そう、でもそれはいいですよね、はい、愛情ですもんね。そうですね、うん、はい、あ、そうなの。でもまあ、ああいう話の中にもそういうの出てくるんだと思うんだけど、うんうん、今度生まれてくる時もやっぱり自分で生まれていきたいと思います。でも私ちょっと男の人に生まれたいかも。あ、そう、うん、なんか楽しそうだなと思います、うん、男の人、うん、あ、そう。徹子さんは。私やっぱり女がいいわ。本当、うん、男だったら大変なんか、はい、まあね。でもこうプレイボーイみたいになりたいんです。あ、かっこいいと思われたらね、うん、そうですかね、うん、そういうのもいいと思いますよね。そうですか、うん、じゃあ今度生まれ変わったお互い、生まれ変わったらじゃあ出会うかもしれない、ね、出会うかもしれないね。はい、そう、そしたら恋をしましょう。そうしましょう。本当どうもありがとうございました、ね、ありがとうございました。どうも、小泉今日子さんでした。